堀越慶仁君。堀越君。はい、立憲民主党無所属の堀越慶仁でございます。本日は参考人の皆様には遠いところから時間を割いていただきまして、当委員会にご参加いただきまして本当にありがとうございます。そして先ほどの意見陳述におきましても貴重なご意見を賜りましたことを心から感謝を申し上げたいと思います。先ほど来、意見陳述においても、皆さんからご発言をいただいたところ、それから先ほど森谷委員の方からも お話あったところ、質問があったところと重複するところがあることをご容赦いただいてですね、私の方でも念押しの意味でも、ご発言をいただきたいというふうに思っております。2050年カーボンニュートラル、これ実現するためにはですね、相当高い目標がやはり必要なんだというふうに思っておりまして、これは政府だけではなくて国民全体で取り組まなければいけない大きな課題であるというふうに思っております。そんな中でですね、今回の本改正案につきまして皆様方から意見をたくさん賜ったところではありますが、やはりこれで十分なのか、あるいは積み残した課題があるのか、その点についてですね、率直な皆さんからのご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で各参考人からお願いします。まず市長からお願いします。はい、森谷参考人。はい、ありがとうございます。2050年カーボンニュートラルというのは非常に高い目標ですけれども、先ほどもお話しさせていただいたように、高い目標を掲げるということはですね、やっぱりこれは大変意義があることでございます。できるからどう、できないからどうじゃなくて、そのためにやるんだというですね、まさにそこに国民が一丸となって進んでいくということでですね、大変歓迎するところでございますが、では目標が高ければそこに到達するかというと、その道のりは大変厳しいものでございまして、いかにこれを実行にしていくか、そしてやっぱりこの2050年というのはだいぶ今から見ると先の話ですよね。それよりももっと身近なですね、目標がやっぱり必要になってくる。ですから2030年までにどこまで到達していくか、そして2030年にしてもやっぱり10年先ですから、ではあと5年間で私たちが何をやるかっていうとですね、これはやはり自治体にとっても市民にとっても非常に緊張感がありますし、リアリティが湧いてくるんですよね。ですから今回は法改正は基本的に賛同するところでございますけれども、ぜひこの短期間でですね、細かい目標をそれぞれの自治体において定める、計画ということも盛り込まれるというふうに思いますが、でしたら今度はその計画を後押しするようなですね、政策はぜひお願いしたいというふうに思います。今もさまざま自治体への支援、情報であるとか人材であるとか資金の支援が必要だということもですね、高村先生の方からのご指摘もあったわけでございますけれども、ぜひこの地域の実情に合ったですね、支援策を講じていただきたいというふうに思います。以上です。中村参考人。すごい2050年は最低限の、2050年カーボンニュートラルは私たちが生きていく中で最低限の目標だと思っています。先ほど2030年の目標は野心的ではないことを踏まえ、また野心的な実行政策を行う上で大切なのは政策が国民を置いていかないことだと思っています。その点では政策事業などを推進していく上で見直しや、それをまたチェックしてまた見直して振り返って何度もそれを繰り返していく、そして見えない誰か野生物が本当に苦しめられていないかをもう一度何度も短期間ではありますが繰り返していただいて、取りこぼしのないように一人も 誰も取り残さないような政策実行をお願いしたいと思います。またそこの中で市民の声をぜひ反映させていただきたいと思います。以上です。次に高村参考人。堀越先生ありがとうございます。積み残した課題があるかというご質問をいただきました。温帯法改正、今回の温帯法改正は地域において、地域が主体的に排出を削減し、とりわけ再生可能エネルギー導入を拡大をしていく、促進をしていく制度環境整備としては一定の保障をしたものだというふうに思っております。しかし先ほど申し上げましたように、それに命を吹き込む支援というのをどういうふうに具体化するかというところは、法を改正を終えた後でも継続した課題として残る問題だと思います。もう一つ申し上げますと、先ほど送電網の問題ですとか買取制度について申し上げました。つまり地域のこうした脱炭素、あるいは
再生可能エネルギーの拡大が進んでいくためには、温帯法で所管をしている範囲を超えて、エネルギー政策ですとか、住宅建築物の政策、例えばこうしたものとこうしながら進めることが、地域の脱炭素化を進めるものだというふうに思います。こうした統合化ができるのは、まさに政策を形成をされる国会であり、ここに私は大きな期待をいたします。以上でございます。次に上園参考人。はい、ご質問ありがとうございます。積み残した課題というのは、たくさんあるのは もちろんだと思うんですけども、この、温帯法の改正という観点で私の意見陳述の中でですね、非常に危惧している点は、やはり小規模自治体の取り組みをどうやって後押しをしていくかということになります。でその中で、知恵や知見とか人材、人の問題だったり資金、この3点をスライドでも挙げさせていただきたいと思いますが、とりわけ人の部分でいうと、この担い手とかですね、それとコーディネーターの役割をどうするかと。で議員の先生方は地域に入っていろんな地域づくりに関わっている、そういう場面実際に遭遇されていると思うんですけども、この実際の地域に入っていったときに、たくさん その反論とかですね、いろんな問題が出てくるんですが、そこをどういうふうに調整していくかというところが難しいわけです。でこのコーディネーターという役割が実は、地域レベルで、対策を進めようとしたときに、非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに考えております。でこのコーディネーター役の人がですね、あちこちに、できることによって、地域での対話ということが進むと思います。一方通行 の政策というかですね、それをやるだけじゃなくて、対話をどうやって進めるか、この点が非常に重要じゃないかと思っております。以上です。堀越君。はい、ありがとうございます。皆さん共通して言えることは、やはり自治体にその計画が求められる、そういった制度の整備というのが、この本改正案で進むというところの一方で、やはりそれは国のやはり後押しやサポート、その後の継続した関わりというのが重要だというところを今いただきました。本当に私もその通りだというふうに思っています。国の責務をやはりこれからも強くしていかなければいけないんだろうというふうに思います。でその中でですね、先ほど中野さんの方からありましたように、やはりその私たちのこの気候変動の気候危機のこの問題というのは、世代を超えて長期的視点でもう真剣に向き合っていかなきゃいけない大きな課題だというふうに思っています。でそんな中でですね、先ほどの諸外国の例もありました。私たちは温室効果ガスを排出しているトップ5の国であり、世界に対して責任があるということの立ち返って考えれば、やはり世代を超えて意見を集約する、障害者も当然そうですし、高齢者、そういった方々ももちろんそうですし、若者というところもね、ぜひこれは確実に聞いていかなければいけないという、オープンなこの会議の場の設置が私も非常に重要だというふうに思っています。でこの点についてですね、先ほどからも言及ありますが、それこそ次世代の代表である中村参考人と、そして現役世代で今改正案の検討会で座長代理務めておられます高村参考人からそれぞれご意見賜りたいと思います。ではまずはじめに中村参考人。はい、そうですね、気候市民会、私たちここで重要になってくるのは、私たちフライデーズ・フォー・フューチャーや他の若者団体が会議を開くのではなく、できるだけ国や自治体からやることで国民の意識の改革がボトムアップ的にできると考えています。またそういう意味では、札幌の気候市民会議を例とした例が一つ大きくありますので、ぜひそちらを参考にしていただいていただきたいのですが、やはり一つその低所得者だったりだとか、そういうデータがまずない中で、自分たちのその日本の中でも格差が起こっているっていう中で、若者だけではなく、本当に今皆さんが生きていく中で必要な政策をステークホルダー一人一つ一つをちゃんと当てはめて、取りこぼしのない人たちを選んで、できれば大きな会議を開いていきたい、気候市町村ぐらいの大きさで開いていただければなと思います。よろしくお願いします。以上です。次に高村参考人。ありがとうございます。
先生ご指摘の世代を超えた意見を広く集約するという点は、温暖化対策に限らずですね、さまざまな政策の場面で、とりわけ将来の世代に関わるような長期的な課題にとっては必須であるというふうに思います。審議会のプロセスはそれぞれの法令に基づいた政策決定 を行うためのプロセスでございますので、そこでのでどういうふうに意見を集約をしていくか、どのように委員を選んでいくかということは一つの課題だと思いますけれども、すでに温暖化対策計画、これは日本国の2030年のに向けた温暖化対策計画の見直しをしている経済産業省、環境省の合同ワーキンググループ、合同の会合では、本日、ご一緒に意見陳述をしております、フライデーズ・フォー・フューチャーの皆さんも含めてですね、若者世代の皆さんも含めた幅広い方のヒアリングを行っております。おそらくこうした審議会プロセスと連結した、あるいは審議会プロセスと、歩みを共同したといいましょうか、そうした形でできるだけ広い、とりわけ将来の世代、次世代の意見を集約をするという努力を、とりわけ温暖化問題の文脈ではしていくことが必要だというふうに思います。堀口君。はい、ありがとうございます。今回 NDC 発表になりましたけれども、その発表に合わせてですね、この環境委員会でも私も質問の際に発言させていただきましたが、ピースフルクライメートストライキというのが国会前ででもやられてました。私も48時間結局ハンガーストライキ参加させていただいたわけですけれども、若い人たちの今気候危機に対する問題意識は相当高い。そしてそれを本来私たちはもっとしっかり聞かなければいけないという点においてもですね、これはやはりオープンな会議を設置するという法制度が私は必要だろうというふうに思っていますし、昨今ですね、気候変動の影響を受けるのは社会的に今弱い立場に置かれている人たち、私も作業療法士というリハビリテーションの現場で12年いました。そういう高齢者の方々から被害を受ける、障害を持っておられる方々から被害を受けるということがあるので、これは私はそういう意味でもしっかり意見を聞いてですね、それが反映されるような法整備必要だというふうに思っています。で、最後の時間的に質問になると思うんですが、この再生可能エネルギーはやはり2050年カーボンニュートラルを進めるにあたって絶対に必要なものだというふうに思いますが、一方でですね、これ生物多様性を失われたりとか、あるいは景観が非常に悪くなったりとか、あるいは当然ですけれども自然破壊、希少な野生動物、こういったものに影響が及ぶということは、これはやはりあってはならないことだというふうに思っています。地域でですね、再生可能エネルギーが導入されていく、これはもうやはり当然必要なことでありますし、それがなされない限りは2050年カーボンニュートラルで達成できないというふうに思いますが、しかしこういう自然のですね、景観がすでに損なわれるようないわゆるトラブルというのも実際起こっているわけでありまして、そういう観点からですね、この生物多様性とか、自然の景観、そういったものが保たれるような措置が私は必要だというふうに思うんですが、もうそのあたりですね、鹿児島県の種子島大自然で過ごされたという、中村参考人から率直な意見をいただきたいと思います。中村参考人、残り1分ぐらいなので、短めに、今日私だけではなく後ろにいるフライデーズ・フォー・フューチャー仙台の時藤の方は、丸森町のメガソーラー発電の問題に対して声を上げています。このように市民の声も反映も大事ですし、私のパーソナルな話になってしまいますが、妹と12歳の妹と私 の感じている海の違いはとても大きいです。そういう意味では次世代に残すのはどういうことを残していきたいのかっていうのを踏まえた上で、その国立公園 の、 法改正もされるというふうに、法改正というか規制緩和もされるということで考えていただいて、環境アセスに関してもちゃんと科学に基づいて行っていただきたいと思います。以上です。堀越君。はい、時間が来ました。貴重なご意見ありがとうございました。次に